全日本デビューはアクシデント乗り越えに、フィギュアスケートのアイスダンスに今季転向した2010年、バンクーバー冬季逸話男子銅メダリスト。34歳の、高橋大介、寛大系 FSC が、見えてきた強みと、新たな課題を受け止めて2021年をスタート、させた。ペアを結成した27歳の村元成中と共に、初出場した2020年12月の全日本。 選手権、長野市ビッグハットは、合計151。86.2。位。大会期間中に、村本が公式練習で左膝を負傷する、悪神伝とにも見舞われながら、二人で乗り越えて、表彰台に立った。表情の社交ダンスと呼ばれる、アイスダンスで華やかに、全日本デビューを飾った一方で、二人の、 スピード感や表現力での収穫を得たのと同時に、アイスダンス特有のリフトやツイズルで課題も突きつけられた大会となった。日本スケート連盟の公式ツイッター動画にも登場して新年の決意を表明し、村本は2021年の目標は全日本チャンピオンになることですと目標を掲げ、高橋も同じく、 全日本チャンピオンになることを目標に頑張りますと、すっきりした表情で意気込んだ。小松原美里。小松原美琴組、倉敷 FSC が175。23点で3、連覇し。世界選手権代表に決まった。リズムダンス、マスクは NHK 杯上回る、校内用アイスダンスのリズムダンス、RD は、 映画、マスクのアップテンポな音楽に乗せ、華やかさとスピード感あふれる魂を込めた演目だった。約5時間前の公式練習中に、ステップの調整をしていた両者の足がぶつかり、村元の上に高橋が覆いかぶさるように転倒。村元が左足を負傷した不安を抱えながら、演技をやりきると、 万来の拍手の中で二人は抱き合った。デビュー戦となった2020年11月の NHK を3、68点上回る、校内用で2位発信。村本は痛み止めの薬を服用し、左足にテーピングを施して出場したが、怪我の影響を感じさせない、滑らかな演技で会場を沸かせた。 NHK 杯では経験者の村本が高橋を引っ張るような部分が見えたものの。全日本では高橋が積極的にリード。二人同時に連続でターンする見せ場のツイズルは二人とも最高のレベル4。パートナーを持ち上げて回転するリフトもレベル4をマークするなど着実な成長の後をアピールした。フリーは課題のリフトやツイズルでミス一方。 RD2 からの逆転を狙ったフリーでは、前日の負傷アクシデントがを引いて、よもやのミスが相次ぎ。順位を上げられなかった。それでも決して万全とは言えない状態の中で、古典バレーの名作、ラバヤデールの世界観を演じ切った。歯車が狂ったのは演技中盤の、ステーショナリーリフト。回転しながら、村元を持ち上げ、 表情に戻そうとした高橋の体勢が崩れ手をついたのが点灯扱いになったその後のついズるでもバランスを崩すなどミスが重なり技術点は4381点演技構成点は412 2点で原点が1点あった攻める演技をテーマに掲げた天候を2戦目 演技直後のテレビインタビューで、高橋は自分がミスして演技でサポートしてあげられなかったと悔しさをにじませながら、こういう状態でも無事乗り切れたのは良かった。ミスがあった中でも改善点はたくさんあったと収穫点も挙げた。キッズが深まった中身の濃い1年3組13位だった NHK 杯から一歩前進し、 コンビ結成育期目での2話上出来と言っていい結果だろう。あくまで二人の目標は2022年北京冬季五輪。今回の全日本で負けん気に火がついた高橋はテレビインタビューで体感では3年ぐらいやっているぐらい中身の濃い1年とも振り返った。シングルとの比較を問われると二人で合わせていかないといけない大変さもある。 それでも違う醍醐味があって楽しいと笑顔で前向きにコメントした。新型コロナウイルス化が世界で猛威を振るい、アイスダンスに挑戦した1シーズンで2回しか公式試合ができてないという異例の事態。そんな苦境でも2人で試行錯誤を重ねて練習に取り組み、パートナーとしての信頼と絆を深めてきたという。高橋は言う。 自分たちは、スピード感が強み。それを本番で出せるように。課題となる、リフトの強化も、積極的に取り組んでいく考えを示した。最大の目標は、全日本チャンピオンの先にある、北京五輪。古典バレエの名作、ラバヤデールは、主人公のソロルが死んだ恋人と幻覚の中で、踊るというロマンティックなシーンが見どころだ。再出発となる2021年は、 互いの強みをもっと探りながら、観客の心に響き合うダンスの完成度を高めていく。